皆様、新年おめでとうございます。公明党の幹事長を務めております衆議院議員の石井啓司でございます。ご当地をお借りいたしまして、新春の街頭演説をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でありましたが、この間医療従事者、介護従事者、また社会生活を営む上で不可欠な業務に従事していただいた皆様に心から感謝と敬意を表したいと存じます。本年は我が国におきましてもワクチンの接種がスタートいたします。今感染が急拡大している状況でありますが、この冬なんとか乗り切って、そして今年は新型コロナウイルスを克服をし、日常を取り戻す年にしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。昨年新型コロナウイルス禍におきまして、公明党はさまざまな実績を積み重ねさせていただきました。まず感染症対策について申し上げれば、いち早く政府に専門家会議の設置を提案をいたしました。その後これが現実に設置をされて、政府のさまざまな政策の下支えになって裏付けをつくということが大きな実績の一つでございます。またいち早くワクチンの開発確保、これも政府に提言をいたしました。現在日本では欧米の3社の製薬会社から合計で2億9000万回分のワクチンが確保されております。1人2回打ったとしてもですね、1億4500万人分ということでありますから、国民総数を上回るワクチンが確保できているところでございまして、今年は早ければ3月にもまず高齢者、また基礎疾患のある方々から始まって、順次希望する方には全て無料で接種をするという用意ができております。これから具体的なワクチン接種のための準備をしっかりと整えていきたいと思います。またコロナ禍にありましては、人の移動が制限されましたので、仕事がなくなってしまう、需要がなくなってしまうということで、多くの会社で収入が激変した。その結果雇用者も大変厳しい、収入が減ったり、あるいは失業したり、そういう方がたくさんいらっしゃいました。こういった中にあっては、事業を継続し雇用を維持することが何よりも重要でありました。事業の継続という点では、実質無利子無担保の融資をスタートさせましたし、また持続化給付金、家賃支援給付金等々の支給も開始をさせていただいております。また雇用におきましては、雇用調整助成金という制度がありますが、通常は1日あたりの休業手当の支給額が8300円台です。ところがこれを特例で1万5000円まで引き上げまして、さらに企業への補助率も引き上げる、こういう特例措置でなんとか企業の皆さんに休業手当を出しながら雇用を守っていただく、こういう措置をやらさせていただきまして、12月末でこの特例措置が切れる予定でありましたが、当面2月末まで延長させていただいております。これも感染状況によってさらなる延長も視野に入れて取り組んでいきたいと思います。また企業がそれだけ収入が落ちてますから、働く皆さんも大変やっぱり収入が落ちてしまう、生活にお困りの方もたくさんいらっしゃいました。そういった方々への支援として、山口代表が安倍前総理に直接掛け合って、1人10万円の特別定額給付金を利用させていただきましたし、また緊急小口資金、総合支援資金といった借りやすいで
事実上ですね、来年以降も収入が非常に少なければ返済が免除される、まあ、そういった特例貸付、まあ、そういう制度も駆使しながら国民の生活を守る対策も講じさせていただきました。公明党はこれからも国民の命と暮らしを守るために全力で取り組んでいきたいと思います。またこの新型コロナ禍にあって我が国のさまざまな課題も浮き彫りになりました。ポストコロナに向けてこういった課題を克服をしてポストコロナの時代を国民にとって希望のある安心な時代にしていきたいと決意をしております。その課題の一つはデジタル化の遅れであります。1人10万円の特別定額給付金も皆様のお手元に届くには相当時間がかかりました。今国民一人一人にマイナンバーというナンバーが付与されておりますけど、このマイナンバーにそれぞれ銀行口座が紐づいていれば皆さんから申請されることなく国がその口座に送金すればあっという間に実は支給ができたのですけれども、そういった対策が全く講じられていなかった、そういうこともあります。またいろんな申請をオンラインでしようとしてもこれがなかなか複雑だったり、また手間がかかってしまったりという、まあ、オンライン申請の不備というのもございます。こういった行政のデジタル化の遅れ、また医療のオンライン資料ですとか、あるいは教育におけるオンライン教育ですとか、まあ、さまざまな課題が見えてまいりましたので、まあ、政府としては今年の秋にもデジタル庁という新しい役所を設置をして、そこを中心に日本のデジタル化を推進していこう、こういう取り組みをしようとしておりますので、公明党としても全面的に支援をしていきたいと思っております。またサプライチェーンの多元化、これも大きな課題です。特にマスクとか防護服などの医療資源が海外に大きく依存していて、海外に感染症が広まっていると日本にこのそういったものが入ってこなくなってしまうということで、まあ、一時期品不足で、まあ、パニック状態になったこともございました。こういった医療資源につきましては安全保障という観点からもやはりいざとなったら国内で生産できるようなやはり体制を整えていくべきである、このように考えております。また東京一極集中の危うさというのも改めて明らかになりました。もともと首都直下地震の時にですね、あんまり東京に人口が集まりすぎると大変危険だ、あるいは帰宅難民が大量に生じてしまうという課題がありましたけれども、感染症におきましてもやっぱり東京に大きく人が集中することによって結局東京が感染源になってしまうということで、この東京一極集中の是正というのも本当に大きな日本の課題だということが浮き彫りになりました。今オンラインで仕事をテレワーク等ができるようになりましたので、だいぶ状況が変わってきてまして、東京から周辺の県にですね引っ越しをするという人もこの春からだいぶ増え始めております。こういった兆しを生かして東京一極集中の是正というのをしっかりとやっていきたいと思います。また国際協力の重要性も改めて実感をいたしました。まあ、一時期はですねトランプ大統領に象徴されるような一国中心主義がいろんな国で流行って、ヨーロッパでもあるいは南米ブラジル等でもですねいろんな国でそういう風潮がございましたけれども、こういった世界的な感染症のような地球的規模の課題を解決するためにはもう一国ではもうとても手が出せない、やっぱり国際協調でやらないとこういった問題の解決にはつながらないということがはっきりしたところであります。日本はやはりこの国際協調に向けてしっかりとリーダーシップを発揮すべきであり、公明党もしっかりとその政府を支えていきたいと思います。このように、まあ、様々な課題がございますけれども、これを克服することによってポストコロナを国民の皆さんにとって希望のある
安心できる社会に築いていきたいと思います。本年も私ども公明党は現場の国民の皆様の声をしっかりと受け止めて、そしてそれを政策に実現していく推進力として戦っていくことをお誓いを申し上げたいと存じます。本年も公明党に対しまして力強いご支援賜りますことを最後にお願いを申し上げまして、私の新春のご挨拶とさせていただきます。ご清聴大変にありがとうございました。